上手ですね。ナイフもフォークも使い方が綺麗です。作る方も嬉しくなりますね。たま、今日は何で呼ばれたのです？もしかしてデルタまた何かした？だったら呼び出されるのはバカ犬だけ。それは確かに。ってメス猫、デルタのことまたバカ犬って言ったな。自覚してると思ってたけど違った。ちょっと二人とも喧嘩しないでください。どんな要件で呼ばれたかはアルファ様がいらっしゃればわかると思います。珍しく時間通りに来たのにそれ自分で言います？それよりガンマは？イータでさえ時間に間に合ってるのに彼女がこの時間にいないなんて珍しいわ。5分前行動 VV。今日は一段と偉そうじゃない。もしかしてガンマに何かあったんじゃないかしら。来る途中で大怪我しちゃったとか。それはないとも言い切れませんね。おお、じゃあ今日の呼び出しはガンマ脱落の連絡ということなのです。ついにデルタが第三席の座を。じゃあ三つ星の運営よろしく。難しいことは嫌なのです。ベータ、第三席の座を譲るから代わりに第二席の座を譲るのです。全然取引になってないじゃないですか。今日も騒がしいわね。途中から聞いていたけれど、そもそもガンマは無事よ。怪我したなんて連絡は入っていないわ。途中から聞いて、デルタ何も言ってないのです。まあデルタのおふざけはこのぐらいにして。アルファ様、今日の呼び出しの詳細は何でしょうか？今は定例会議の時期ではありませんし。実は私も知らないの。え？今日私たちを招集したのはガンマよ。理由は彼女から直接聞くのがいいと思うわ。ほら、噂をすれば。いや、このかわいそうな声はガンマなのです。みんな今日は集まってくれてありがとう。鼻血出てる。では結論からお話しさせていただきます。今日から1ヶ月後、主様への日頃の感謝の気持ちを伝えるべく記念パーティーを開催しようと思います。記念パーティー？美味しいものたくさん食べられるのです。パーティーいいじゃない。主様に感謝の気持ちを改めて伝えるいい機会になると思うわ。お疲れの主の息抜きにもなるかも。でもパーティーなんて珍しいわね。普通はもっと理由をつけて開催するものじゃないかしら。その疑問はごもっともです。かく言う私も主様から教えていただかなければ言い出さなかったでしょう。以前商売のコツを主様から教えていただいたのです。商機というのは待つのではなく自ら作り出すもの。みな心の内では常に欲しいものを買うための理由を探していて、その理由を作れるものこそが勝ち残れると。パーティー、記念日と聞いた時の先ほどの我々の反応こそが証拠。つまり祝う理由などいくらでも作ればよいのです。なるほど。ただしある程度の納得感は必要になります。三つ星商会で例えるなら開店1周年記念などが代表的でしょうか。ですが
そういった時期が必ずしも必要なわけではありません。お客様感謝祭とか応援フェアなどを銘打つことによって正気に変えることだってできるんです。そして今回のパーティーに大事なのは私たちの気持ちがテーマ。団結して感謝をきちんとぶつけることでパーティーを成り立たせることが可能なのです。つまり毎日が記念日ってことなのです。デルタ、話聞いてた？まあそう考えることもできなくもないですが、今の説明はあくまでも記念日の概念を説明するためのものです。どのタイミングでもお祝いができるという素晴らしい考え方があること、そして今回のパーティーは何ら異端ではないこと、それはみんなも理解いただけましたよね？ええ、そうね。主様がガンマに教えたのであれば、もしかして期待なさっているかもしれないわ。何にしても大事なのは気持ちよ。誰一人欠けることなくここまで戦えたことのお祝いと彼への大きな感謝の思い、それを大事にしながら準備を進めましょう。それからガンマ、言い出したあなたが責任者よ。うまくやりなさい。はっ、お任せください。万事つつがなく準備を監督し必ず成功させてみせます。さあみんな、主様のために気合を入れて取り組みましょう。おー、楽しいわね。ワクワクしちゃうわ。アルファ様、デルタの獲物どこ？さんの邪魔にならないようにしますね。すべてモブになりきるためだ。楽しいわね。ワクワクしちゃうわ。まずは基本的な段取りを手短に説明します。手短に？簡略化しないと覚えられないやつがいるからね。はいはい、そこまで説明しますよ。まずパーティー会場を新設し、主様をお招きします。パーティー会場を新設？一から作っちゃうの？はい、サプライズで行おうとしているので、ガーデン監視下の人気のない場所に新設する予定です。その後は各々に与える役割を遂行していただきます。おいしい料理やおもてなしなど。食事におもてなし、我々の技量が試されるわね。そして最後は
自由な時間を過ごしましょう。与えられた役割をこなしたみんなも参加者ですから、やることをやれば楽しむ権利もありますわ。わーい。さて、肝心の作業分担ですが、大きく分けて設営、料理、給仕が必要と考えております。いくつかは適任者の顔が浮かぶね。ええ、そうね。まずは私の方で一通り選出いたしました。まず設営は当日のパーティー会場の準備担当ですね。ゼータとイータに任せたいと思っています。ゼータは世界各地を見て回っているので、テーマに合ったデザインにしてくれることでしょうし、イータは三つ星商会を作り上げた実績があります。この程度の建築はお手の物でしょう。任せて。主が気に入りそうな最高の会場を考えるよ。別に一日で仕上げてしまっても構わないよね。ええ、遠慮はいりません。三つ星の時と比べて人の目はありませんからね。次の料理は文字通り当日の調理担当ですね。ベータと料理ならこのイプシロンにお任せを。主様が私の料理でメロメロになっちゃったらどうしましょう。その後はあんなことやこんなことになっちゃったり心の声漏れてない？私を忘れてもらっては困りますよ、イプシロン。私たちで作るんですからね。それとデルタ、あなたには設営と料理のフォローをしてほしいんです。フォロー？何をすればいいのです？設営や料理で必要な材料が足りなくなったときは資材の調達をお願いします。要はお使い役ってことですね。お使い？昔やったことがあるから余裕なのです。あの頃は買い忘れてなかったかしら。もう大人だからできるのです。頼んだわよ、デルタ。愛なのです。それで私は残りの給仕とやらをやればいいのかしら。はい、最後の給仕は主様のサポート役です。特に明確な仕事はありませんが、当日は主様につきっきりで何でもする役割で。つきっきりで何でも。私お給仕やりたいです。主様のそばにいるべきは私のはず。私もやりたいです。なんでこんなに人気なのです？だって常にシャドウ様のそばにいれるのよ。ご要望を何でも聞いたり、美味しい料理を持って行ったり、直接褒めていただける可能性も。ずるいのです。デルタもそれがいいのです。私なら設営も給仕も両立できる。魅力的だけど大変そう。やっぱりこうなってしまいましたよね。こうなることは想定済みで、今までのはあくまで私の一事案ですから、みんなが納得するように決めましょう。本当は全員でやりたいところだけど、他の仕事が回らなくなっちゃうから、やっぱり2人が限界だと思うわ。これ以上話し合っても平行線ね。ここはあれで決めましょう。もしかして土影じゃんけん？最初はグー。え、もう？じゃんけんポンなのです。当然ね。やったー、勝ったわ。負けたのです。体力使いそうな役だったし、負けてよかった。なんで参加したんだ。二人ともおめでとうございます。では料理担当の再編成を考えないといけませんね。そういえばガンマは何をするつもりだったの？私は進行とか予算調整とかの裏方をやるつもりでした。この辺りは替えがきかないですし、
それにほら、せっかくの記念日ですもの。私がドジして台無しになったら嫌でしょ。ガンマ、あなた、キュウジ、やっぱりいいわ。代わりにガンマを推薦する。え？料理の穴埋めの方が大変でしょ。まあ、私より美味しい料理を作れる人もいないし。それに、言い出しっぺはガンマでしょ。こんなに頑張ってるのに、あなたが美味しい思いできなくてどうするのよ。だから、あなたに譲るわ、ガンマ。お気持ちは嬉しいのですが、私はほら、こけて困らせてしまうかもしれないし、だから、その…あ、もう！主様のために気合を入れて取り組むって言ったのはあなたでしょ？頑張りなさいよ。好意は素直に受け取るべきよ、ガンマ。私もそばにいるし、できる限りのサポートはするわ。倒れそうになったら、スライムで支えてやってもいい。アルファ様、イータ、みんなありがとう。私頑張りま、大丈夫かな。たまにはこういう催しも悪くないわね。私とシュド君、はあ、お荷物にならないように立ち回りましょう。頑張ります。私の戦う意味は彼と出会ったことに決まった。バリアを返す。たまにはこういう催しも悪くないわね。アレクシアさんの邪魔にならないようにしますね。任務する。行くわよ。楽しいわね。ワクワクしちゃうわ。
これが給仕用のドレス？はい、よくお似合いです。ガンマも似合っているわよ。でも珍しいデザインよね。あまり一般的なものではないことはわかるわ。これも影の英知でございます。以前動きやすいドレスコーデについてご相談したときに教えていただきました。女性のことを第一に考えたデザインで、何でも見た目の良さと機能性の両方を兼ね備えているとか。確かに一般的なドレスよりも動きやすく感じるわ。さすがシャドウの影の英知ね。これなら戦闘は起こらないとは思いますが、とりあえずこのデザインで進めてもよろしいでしょうか？ええ、大丈夫よ。イメージさえできればスライムスーツで再現するだけだもの。衣装費用が大きくならないのはスライムスーツ様々ですね。設営、料理、その他の準備物に関しましても、今のところ予算を超えるものは出ておりません。工期に関しては、会場は新設するつもりなのよね。イータによれば、もう完成間近と聞いています。早いわね。まだ2週間ぐらいしか経っていないのに。今回は三つ星紹介の時とは違って、手加減の必要がありませんから、イータも本気なのでしょう。この後覗いてみましょうか。イメージ通り。うん、いい感じだ。思ったより早く終わるね。わあ、すごいわ。もうほとんど完成しているのね。あれ、アルファ様とガンマ？どうしてここに？今日の任務を早く済ませて、ガンマと衣装の打ち合わせをしていたところなの。まさかここまでできているとは思わなかったわ。うん、遅く作れって言われてないから楽勝。さすがね。デザインはゼータが？そう、任務で各地に行った時、いくつかいいなと思った場所を覚えていたんだ。多少は手を加えたけど悪くないでしょ。それにしても2人のドレス、珍しいデザインだね。新しい英知。動きやすいデザインと推測、実用的で機能的。私も華やかさにはノーコメントなのね。褒められているのになぜか素直に喜べない感想だわ。そういえば2人だけ？デルタも一緒に作業をしているって聞いたけど。あ、デルタなら。お待たせなので。アルファ様とガンマ、どうしたのです？進捗状況を見に来たのよ。ものすごい量を一度に運ぶのね。このくらい余裕なのです。主に見せる家具なんだから、もっと丁寧に扱え。言われなくても分かってるのです。ここに置いておくのです。感謝。等間隔に配置と。きっとこの調子で作業してきたんでしょうね。ええ、そうみたいですね。その結果として進捗状況は問題なし。それどころか予定より早く完成するでしょう。早く終わるのはいいけど、バカ犬がいると仕事が増えそうで嫌だな。せっかく荷物運びで遠くに行かせてたのに。ガンマ、もっと仕事増やせない？バカ犬を遠出させられるような。メス猫、聞こえてるのです。二人とも、こういう時くらい喧嘩は我慢しなさい。今日はもうおしまい。おやすみ。イータはせめて自分の部屋で寝なさい。まあ、なんだかんだ上出来なのではないでしょうか。そうね、進捗を見て安心したわ。調理場の様子も見に行かれますか？うん、そうね、確認しておきたいわ。あの二人なら大丈夫だと思うけど。
たまにはこういう催しも悪くないわね。アレクシアさん、任務する。邪魔にならないようにしますね。楽しいわね。ワクワクしちゃうわ。私とシド君、はあ、お荷物にならないように立ち回りましょう。頑張ります。行くわよ。楽しいわね。ワクワクしちゃうわ。私とやるわよ。回避したかも。たまにはこういう催しも悪く。